チャオ、あっちゃんです。今日もあっちゃんのイニシャルティーやっていきたいと思います。はい、では開けましょう。バカモン。はい、いい感じ、いい感じ。なんかね、しっとり感いい感じやね。ぐらいにしましょう。上下反転します。ぬかの匂いもね、ちょっとね、ぬかの匂いがほんのりいい感じになってきた気はする。あ、チーズ割れちゃった。チーズ2日ぐらいつけたいからね。チーズにキュウリに何をつけてたっけ。ごぼうさんやな。ごぼうさんに、ごぼうさんやな。キャベツ、いろいろ使ってるけどね、ちょっとね、気になるからキャベツをね、ちょっとだけ、ちょっとだけ取り出しましょう。はい、でごぼうさんもちょっと気になるな。ちょっとだけ、ちょっとだけ取り出します。あとはね、もうちょっと待ってもらいましょう。ズッキーニも結構古漬けにはなってきたけど、あんまりつけすぎてもね、新しいね、お野菜をつけていかないと。きゅうりも結構古いな、これな。はい、ということでね、ズッキーニをこっちつけて、ここちょっと開けます。 OK。 で、今日は何をつけるかっていうとね、その前にちょっとぬかを、ぬかを食べましょう。なんかちょっと待てよ、なんか違うぞ。なんか違う。塩昆布を入れよう。中に入っとる中にね、ちょっと混ぜるの中も難しいけど、やっぱ出せっていう話だけどね出さずにするというね、まあっちゃんらしい。チーズがね、ちょっと崩れちゃったから、ちょっとだけ取るか。まあ、こんな感じで。では、新たな何かをつけましょう。はい、新たなものをつけるには、オクラ、オクラ、大根、はね、キュウリをつけようかもだけど、スペースがない。はい、今回キュウリなし。タコの炭がかなり多い。ということはね、そんなに味も期待できへんのよね。まず、では食べましょう。チーズ。普通に美味しいチーズ全然、クスッとも使ってない。キャベツ、お、美味しいぞ。お坊さん
うん、まあまあびっくりするほどでもないけど、悪くはない、悪くはないけどびっくりするほどでもね、シャルティ、ね、今日はオクラと、大根つけてみました。はい、ということでね、もうちょっと味がね、だいぶマシになってきたけど、定着して出してくれたら美味しい漬物になると思うんでね、もうちょっとまだ毎日頑張って混ぜていきます。ではまたね、バイバイ。あっちゃんのイニシャルティ、よかったよと思ってくれたら高評価をで、応援コメント、チャンネル登録してみてくれたら嬉しいです。はい、麹入れたらなんか乳酸菌は増えるって言ってくれた、麹買ってきゃなあかんね。はい、また工事見できます。ありがとうね。また他にも何かいい方法か教えてください。なかなか乳酸菌が育ちが遅いです。水気を入れた、そうそう、野菜洗ってちょっと塩つけて、水気を拭き取らずに水気をちょっと入れて湿らした方が乳酸菌発酵するって聞いて、なんか洗わんと今入れてんねんけどね、なかなかそういうところですよ、乳酸菌が増えてくれへんねん。頑張って乳酸菌増やしたら、よう出ようかな、またね、ちょっと考えてみます。ではまたね、バイバイ。